超速報久保建英、セリエ王者ナポリ移籍へ。うおぉ。すごすぎる。普通にソシエダ残るやろ。あのナポリ移籍か。メッシ飛び越えてマラドーナ2世いけるで。セリエか。ソシエダードにおった方が良くないか。一応ステップアップやしまあええんちゃう、セリエか感はあるけど。歯抜けのナポリに行ってもな。セリエ行くくらいならソシエダでええわ。クワラオシメンクボー。ロサーノも狙ってるとかサウジアラビアやりすぎやろ。今のサッカー界半分オイルでできてるな。レベル云々じゃないけど、なんとなくセリエは苦手そう。メッシも本人非でセリエで苦手だったし。この間のインタビューでソシエダ残留断言してなかったか。ナポリ行ったら二度と出られなさそう。これでナポリに移籍するようなら平山や宮市と同レベルに扱ってええってことやな。ナポリ行く意味がわからん。ソシエダ残るやろ。オシム編もキムミンジェも移籍やし、その穴埋めがどうなるか次第やろ。シルバが引退するまで移籍しなくていい。もしよければ、チャンネル登録お願いします。